Come on.
つないでの2枠のアーティー戦という今日のライブ終了後に販売したいと思います。まずはそのアルバム1曲目に入ってきます。この曲にいきましょう。北海道の歌、一緒にどうだい、ちょっと踊ってちょうだい、抱き込んでる北海道だい、ふるさとの大地に、そりゃそりゃどこどこそうない、この景色でそうない、繰り返す季節ではどうない、指輪しての大地に、そりゃそりゃどこどこに胸乗ってきて、そしてメモリー、リズムの世界観になし、これ突き上げろ、やがてやってくる交差点、交わる場所熱くなるね、家族で口にした友達、その街でできたまだ友達、何だかんだ楽しい顔乗せちゃってるとこ、とにかく安心、家出てごらん、そう応援してくれてるんだよ。昨日はさ、女子高生ぐらいの子がさ、後ろを通ってさ、手振ってくれたの、俺に、うん、だから、こうってこう手振り返したら、爆笑されました。クロちゃんだけね、爆笑はどういう意味だったんだろうね。本当に手振ってきやがったってこと。受ける、受ける、エモい、エモいか、エモいか、エモい、いや、あれすごかったね。ね、うん、
正しくおじさんになれてるな。確かにそうですね。いい瞬間でしたね。嬉しかったです。手振られたら返したら爆笑されるっていう、うん、正しいおじさんのせいなんです、うんうん、じゃあなんていうのか、お父さん呼んでますね。え、お父さん、ペルさん、俺え、奥さんも違いしちゃいますけど大丈夫ですか。ペルさん、ペルさんの俺の子供のやめろよ、お父さんって言うの。大丈夫ですか。あの今日はですね、たくさん集まっていただきありがとうございます。先ほどね、リハーサルの時に聞いたら本当に東北、東南、東東、東欧とですね、さまざまな地域からも見に来ていただいて、まあ、まず北海道外から来てるってことはいらっしゃいます。あ、たまたまですか、もしかして。それとも見に来てくれたんですか。狙ってきた。狙ってきた。狙ってきた。狙ってきました。狙ってきてきます。エアで来たんでしょ。エアで来たと思う。聞き間違いでしたけど、どちらから来たんでしょうかね。大阪か。あ、おいでやす。おいでやす。ほんまありがとうやね。いきなり下手な関西弁を使いました。うちたこ焼き好きやねん。そうやねん。それちまちゃんでしょ。そうやねん。ね、うまくなりたいよね、完成で、ね、うん、うまくなりたいし、たこ焼きの作り方もってなりたいですよね。ほんまにね、ほんま下手だね。でもなんか憧れてるのありますよね。なんか逆に北海道に、ね、来た方のこう北海道弁がなんかすごくいいよねとか、こうなまらとかね使ってくれたり、わやとかね、そういうの使いますけど、最近わやって言わなくなりましたね。わや言わないね、うん、佐々木拓夫さんくらいしか言わないですよ。誰ですか。佐々木拓夫ですか。わやって言います。水使います。ワイヤー最近使わない。どんどん今使われなくなってきてるんじゃないですか。俺言ってるかもしれないな。ワイヤーさん言ってそうだね。俺言ってると思う。言ってるかもしれない。ワイヤーだ。それはあのおしゃまんべんですか。ありがとうございます。ワイヤーだ。頼むな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 と何もだしか言わないから。そのおしゃまんべんの、 あの漁協の偉い方なんですけども、この間函館で苗をやった際に、ね、うん、見に来てくれてたんですよ。見に来てくれてたんですよ。何人かで見に来てくれてたんですよ。俺一番最初に会ったんだよ。あ、なんて言われたの。その時、頼むわ。いきなり頼むわ。なんかあったっけ、おしゃまんべんの。いや、何もわかんない。何もない。いや、いきなり一言で、一言で。って言われたから、うん、あ、来てくれたんですよ、ありがとうございますって言ったら、何もだ。これ2つしか喋るんだよ。頼むなと何もだしか言わない。いや、ほんと、あとで、もうちょっとしたら出ますんで、頼むな。あ、出た。それは二言葉で、二言しかないんだ。で、済まされるんだよね。私、ライブ終わって、あの、外会場出るときに、出口に出しちゃって。終わった後ね。そう。あー、来てくださったの、ありがとうございますって言ったら、頼むなって言われて。日本語できるって言って。覚えた日本語、それしかないの。それは変だね。なんか待ってたからね。だからね、会話何もそれしか僕らも聞いてないですよ。頼むな、私ね。本当にそうだわ、うん、あの人それ以外言ったことある、言ったことないんだよ。もう聞いたことないですね、うん、AI なのか。おしゃまんべ AI、 AI おしゃまんべ、 AI おしゃまんべ、 AI ワンポー、 AI ワンポー、 AI ワンポーやりますね。だってワンポーって書いてあったね。あ、そういうものなんですね。確かにね。ワンポーですか。いや、いいです、別に、うん、あ、いいです。ニューアルバム、ね、発売になったので、ちょっとニューアルバムからの1曲、あの歌詞を忘れないうちに、曲の長曲を届けたいかなと思います。さっきやったからね、はい、ところ上の後藤さんにも届けたいですね。そうですね。まず1曲目でさ、今日はアルマ中心にお送りしますって言ったけど、1曲目納豆家族って聞かれてたから、アルバムの曲じゃないと思って。本当に大丈夫。大丈夫ですよ。いう確認をガチでしたよ。はい、そうです。もちろん打ち合わせ通り納豆家族から。それよりは SE かけてもらったじゃないですか。入場のせい、ダダ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 ダ、あれ鳴った時ちょうど僕ら S から S からやったんです。矢沢スタイルで行こうさ。止まらず階段からこう登って、そう、そのまんまステージについてスタートって。よかったね。気持ちいいね、うん、矢沢さんは控室にいた状態で SE が流れるんですね。で、そのまんまステージの中央来た時にちょうどその曲が終わって曲に入るっていうのが、歌い出しのところが矢沢さんがセンターのところっていうのが、そうそうそう、もうプロなんです。で、エレベーターとか止めるらしいよ、全部。ああ、もうその引っかかっちゃうあれだ。そうだよね。矢沢は止まっちゃいけないんだよ。矢沢止まらないから。でも一回間に合わなそうで、マイクに飛びついたことがある。大学の映画見たことあるっていう人がいました。端っこまで行く、次走るじゃん、矢沢さん。そう、バーッとして、ここに戻ってこないとピンスポがなんか当たらないから、あの途中で思い出して走ちょっと走ったんだ。それでいいね。そのスタイルでね、矢沢スタイルでいいと思います。
じゃあそんな、ところ長熟お取りしましょう。こんなところ。ニューアルバムからお届けしましょう。フラダの歌、フラダでホイ。ポチポチ、みんなでポチポチ、ポチポチ。僕たちで次へ追いつけたはずのピン
ずい向こうの街なごにあどこか懐かしさを感じるようなくちゃ送るものもそれは先ほどの大地生きるまの天使はどれかいし空から出れば分かる文字きっとあそこも元気なお家うめちゃ甘いジューシーなメロンうめちゃラベンダーの香りうめちゃうまいワインソーセージうめちゃふわいスキースキースキーサンドショーでバイバイハイなんでブラのレソンで集まるほらまさか最後にボンチ、フラノってボンチですからね、ボンチを連呼してるんですけども、なんか勘違いされる方が多いですよね。あれ耳がそういう風に聞こえないように気をつけようって書いてる人いましたよ、ツイッターに。何に聞こえるんですかね。もうボンチって言ったらボンチしか聞こえないです。そうですよね。心が歪むと違うみたいな。頭の中ってそれでいっぱいなんでしょうか、普段からね。ボンチ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 としか言ってません。ボンチとしか言ってないんだ。あなたの心が歪んでいるからそう聞かれるんです。ごめんなさい、もう一回チャンスください。はい、いきますよ。はい、ボンチ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 。はい、俺の頭の中がおかしいのが早い。こっちん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 。こっちん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 。こっちん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 。ボンチしか言ってないんだよね。いやいや、こっちんちんちん入ってる。僕はボンチとしか言ってない。これ不思議ですよね。不思議だよ、不思議だよ。ちんちんちんってねえ、その子。3歳。3歳から分かんない。ね。これからではその楽しさを覚えてた。そうだね。いくつ？いくつなの？3歳。何歳？ああ、照れちゃったね。かわいらしいね。だから上から見てる方はね、きっと丸見えながらかわいいダンスを見てました。ちょっと後ろの方はね、この小さな、ね、白がね、
ギターソリ行くとね、チョコをジローの前に置くんですよ。チョコね、ちょっとジロー見上げてるいいね、まあ、クレートしてんのかな、お布施的な感じですね。うん、嬉しいね、いい株主だね。株主って呼ぶんだね、株主ですか。うん、ありがたいね、チョコくれるんだ、嬉しいね。ね、株&やってます。僕暴落してます。え、あマジマジな話ですね。何やってるんですか。やりましょう、やりましょう、やりましょう。今日はパーティーセット8、この後ですね、ライブ終了後向かって右側にニューアルバムサイン付きで、持ってきてありますんで、ぜひとも皆さんも聴いてください。じゃあ、あとは残すとこあれやってあれやってもう終わりになりますね。あっという間ですけども、今日2部やるから、2部ありますんで、1部で出し尽くす必要ない、はい、でも1部で出し尽くす2曲じゃないですか、力的にはね。はい、行きましょう。じゃあラスト2曲やって、はい、タイヤはショットですか、フルですか。マイク通さないでください。マイクなしで言ったじゃないですか。あ、そうです、フルですか。タイヤはフルでいきます。タイヤフルで、はい、じゃあラスト2曲やってライブ終了した後、右向かって右側のテーブルでぶっ放したいと思います。よろしくお願いします。レッツゴー。取り込む上に作るためまず土に帰る。
家はちょうど海上空ち南にじゃ、空ち南それのフレンドマインじゃない変なやつガガガガこの子怒るのも予想さばらぬ髪に立たりなしポッドコーセルフ意識高め美人に増えるドライな話をリスクリーあげあれこれは合わせマニキュー仲良しさだってゲームだけチェック忙しいほどすがすがしいらしいバカらしいほどなお楽しいらしいお店のため引っ越しと狙いを全部大学新年バイバイ大学新年でこの日を知らないステージで歌いますので、ぜひとも一日中ここのすすきので楽しんでください。お相手ハンバーガーでした。ありがとうございました。
あのさ、次いつやるか分かんないけどさ、次いつやるか分かんないけど、また会う日まで、お前ら、いい夢見ろよ、アメよ、分派に立ちます。それではこれからですね、グッパー始めたいと思います。皆さん、お客さん、右側のテーブルの方で、先頭は直前からご覧いただき、グッパー大丈夫です。そうです。山田、はい。規制退場組、規制退場組、スノーマンの時にあった規制退場。本日は、ハンバーガーボーイズ、ニューアルバム、パーティーセット8、インストアイベントにご来場いただき、誠にありがとうございました。山田さん、スノーマンで札幌ドーム公演の規制退場やってるんですね。やりました、ね、これより退場じゃない、あそこに並ぶやつ、あそこに並んでもらいます。購入希望の方は走らず前の方に続きゆっくりと物販場所までお進みください。地下鉄に帰ると、地下鉄をご利用のお客様はエスカレーターでお帰りください。徒歩でお帰りの方はそのままお進みください。お腹空いた人、お腹が空いた方はココのすすきのでお食べください。いいね、もういいじゃん。おならがしたくなった人、おならがしたくなった方はお手洗いに駆け込みください。自分の名前を忘れた人、自分の名前を忘れた方は病院に行ってください。お願いします。はい、では分配スタートしますので皆さん並んでください。ステージ曲がって右側となります。今日は最後付きでなっていますので、よろしくお願いします。